デルビは、スペインのナショナルモーター SAU 社が製造する、オートバイ、スクーター、ATV のブランド名。現在同社は、ピアッジオの子会社となっている。なお記事中では、社名も、通称の、デルビで故障する。同社のスローガンは、ムーチョ、ケイモ元。デルビの原点は、1922年に創業者の、シマン・ラバサアイシンらが、 バルセロナ近郊のモリットデルバイエスという村で開業した自転車屋に始まる。当初は自転車の修理とレンタルを制御にしていたが、1944年に BC クレータスラビズという名前の有限会社を立ち上げ、自転車の製造に乗り出した。1946年には利益を元手にエンジン付きの車両の製造を始めた。オートバイというよりはモペットに近い。 この初代モデル SRS は 48cc のエンジン、プランジャー式、サスペンション、オートバイタイプのガソリンタンク、エギゾーストシステムを搭載していた。会社はオートバイに事業の中心を移し、1950年11月7日には社名をナショナルモーター SA に改めた。またこの年の夏にバルセロナで行われた日本市では、 同社発の本格的オートバイダービー250を披露した。デルビ g p 一オッサ、ブルタコ、モンテッサなど他のスペインのオートバイメーカーと異なり、デルビはスペイン民主化、EC 加盟という激動の時代を乗り切ることに成功した。1988年に創業者のシュマンラバサアイシンラが亡くなった後も独立を保っていたが、2001年に、 ピアジオグループに買収され、参加の子会社となった。デルビは1962年より、ロードレース世界選手権に参戦を開始した。1969年に 50cc クラスで、スペインのアンヘル・ニエトのライディングにより初のチャンピオンを獲得した。ニエトは、デルビを買って、合計5回のライダーズチャンピオンを獲得した。 1980年代には同じくスペインのホルヘマルチネスが活躍し、80cc で3回、125cc で1回、ワールドチャンピオンに輝いた。その後 GEP からは一時撤退していたが、1999年に 125cc クラスに復帰を果たす。日本のウイオイがエースライダーとして開発を務め、翌2000年には5勝を挙げて、 シリーズ2位に入った。デルビはその後も 125cc クラスに参戦を継続し、2008年にはフランスのマイク・ディ・メッリオがチャンピオンを獲得した。ただし現在はピアッジオ参加に入った関係上、グループ企業のアプリリア、ジュレラと実質的には同じマシンを使用している。デルビはデリベードズで BC クレータスの当時後である。 マルハーシン125日本の正規代理店が取り扱っているもののみ抜粋。ありがとうございます。